皆様本日はお集まりいただきましてありがとうございます。ここからはタイ王国バンコクの ASEAN 拠点に派遣をされました私辰田由香と塚原美代の方から報告をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まず報告内容についてなんですけれども、このスライドにあります通り7点の観点から報告をさせていただきたいと思います。まずは私たち報告者の自己紹介を兼ねまして、簡単に採用から現在までの経歴を示させていただいております。私は平成25年4月に京都大学に採用になりまして、その後 ASEAN 拠点に派遣されるまでの2年半は総務部人事課に配属をされておりまして、共済担当業務と研修担当業務を行っておりました。国際的な業務に関わったことというのはですね、全くなくって、大学で働くのであれば、いつか海外に関わる仕事とか留学生に関わる仕事というのができればいいなと漠然と思ってはいたんですけれども、拠点に興味がないかとお話があった時にはですね、本当に自分にできるんだろうかという不安しかなかったんですが、海外で働くっていうことは大変貴重な経験ができることでもありますし、京都大学の国際業務に国際業務を経験するチャンスだということで応募させていただきました。私も辰田さんと同じく平成25年4月に採用され、それから今年の3月まで3年間病院の医療サービス課に所属していました。病院では主に院内における会議の運営や観光庁に対する各種届け出業務を行っていました。ジョンマンプログラムについてお話をいただいた際、これまで病院の中では大学を意識する場面が少なかったことから、海外拠点での業務を京都大学について改めて認識し直す場にしたいと考えて応募を決意しました。次に ASEAN 拠点の概要について簡単にご説明させていただきます。 ASEAN 拠点は ASEAN 地域における研究・教育・国際貢献を支援するため、平成26年6月にタイ王国バンコクに設置されました。拠点所長、 URA 職員、事務職員、現地職員の4人体制で行っておりまして、さらに今年の3月からは新規採択プロジェクトのコーディネーターが配置されたことから、5名体制となって活動しております。オフィスは首都バンコクの中心部アソークの大通りに面しており、面したオフィスビルの一角に置かれており、空港からも鉄道で30分程度の好立地に位置しています。拠点のミッションとしてはスライドにあります通り、 ASEAN 地域における研究活動の支援、 ASEAN 地域における教育活動の支援、本学教職員学生の国際化の推進、最後に広報、社会連携、ネットワーク建設の4点が掲げられております。これらの拠点の4つのミッションに沿って2名それぞれの滞在中に参加をした主なイベントを記載いたしました。詳細と成果についてはこの中から赤枠で囲んでいるものにフォーカスしてそれぞれご報告させていただきます。まず私からなんですけれども、教育活動支援の一環としまして、私の滞在中に関わることができました大きなイベントとしては、科学技術振興機構 JST で新規採択をされましたジャスティッププロジェクトのオープニングセレモニーの開催に関わる業務というものが挙げられます。こちらのプロジェクトは京都大学が中心となって、日本と ASEAN 諸国とが協力をして国や分野を超えた連携体制の下で研究推進を加速させるプロジェクトになっております。セレモニーにつきましては在台の日本大使館の大使公邸をお借りしまして、 ASEAN 各国の関係者や大学関係者、あと日本からの関係者もお呼びしまして、104名が参加をしたセレモニーになりました。この業務を通して私が学んだこととしては、国際業務の合法支援の手順であるとか方法であるとかいうことと、あと国や機関を超えた連携の大切さということが挙げられると思います。このセレモニーに関わるまでは
私は全く海外とやり取りをしたこととかもなかったですので、外国人の招聘にかかることとかもこの時が初めての経験でした。で、英語のメールが飛び交う環境での業務というのも大変新鮮なことでしたし、かつ一緒に働いていた先生や URA の方たちの処理スピードの速さというのがとてもすごくてですね、それについていくことだけで本当に精一杯でした。ただ招待者の決定やセレモニー開催の連絡からイベント業者の選定であるとか、会場の設営、当日のロジの詰めで、当日の実際の本番の経験というイベントの始まりから終わりまでを全て見聞きしたり、実際に自分で関わったりということができて大変勉強になったと機会でした。とまたこの業務を通して大学内だけではなくて大使館をはじめとした他機関の方とも一緒に仕事をするという貴重な経験ができました。またタイにいるからこそ感じたことですけれども、実際にシンポジウムに参加をしまして、先生方がどれだけ海外であるとか国内であるとか、いろんな方と連携をしてプロジェクトを行っているかとか、活発に活動されているかっていうのを肌で感じることができた機会でもありました。私からは京都 ASEAN フォーラムについてご報告させていただきます。このフォーラムは昨年3月にタイで開催した予備会議での課題を踏まえて、今年9月にマレーシア・クアラルンプールで開催されました。京都大学が主催となって、日本と ASEAN の学術的交流、発展、また将来のビジョンについて話し合う機会の提供を目的としており、マレーシアを中心に ASEAN7 カ国および日本から延べ250名以上の研究者や学生の方々が参加されました。 ASEAN 拠点では数ヶ月前から大学本部や部局との調整を進め、9月にはスタッフ全員でマレーシアに向かい、当日を迎えました。このフォーラムへの参画における成果としては、国際的なイベントの広報支援業務に国際的なイベントの運営にかかる広報支援業務を経験できたことが一つ挙げられます。フォーラム運営にあたって私が担当したのは ASEAN 各国の招聘者対応、学内の関係部局への移行調査、当日の受付業務などです。招聘対象者に対する案内や招待状の送付など、英語のメール一通打つのも一苦労な状況でしたが、経験豊富な拠点所長や URA 職員に教えていただきながら業務を進めました。また成果の2つ目としては、同窓会の重要性について学べたことが挙げられます。この京都 ASEAN フォーラムでは、かつて京大に留学していた京都大学マレーシア同窓会が橋渡し役となって、マレーシアの高等教育省への調整などを行ってもらいました。こうした海外でのイベントにおいて卒業生の存在が重要になることを知りました。フォーラム当日ではカイリー大臣と山際総長とのギフト交換の補助として舞台の上に立たせていただいたのも良い思い出です。続いて教育支援にかかるものとしまして、留学フェアのへの参加というものが挙げられます。私が滞在しておりました6ヶ月の間に、バンコク以外にタイの第二の都市と言われているチェンマイ、あと地方都市にはなるんですけれども、コンケンという場所の3カ所の留学フェアに参加する機会がありました。で、私もこの地方のコンケンに行った際にですね、現地スタッフの B さんと一緒に京都大学に関するプレゼンテーションを現地学生の前で行うという初めての経験をさせていただきました。また実際に現地の学生とお話をすることで、タイの学生がどれだけ日本への関心や興味を持っているかということを肌で感じることができた機会でもありました。この業務に関わるまで私も全く教育関係の仕事をしたことがなかったので、実際に自分自身の京都大学の教育に関わる情報の習得ということがこの業務を通して得られたことに挙げられるのと、あと現地学生の動向を知ることの大切さということ と、コミュニケーションツールとしての英語であるとか、とタイの場合はタイ語の重要性ということを知る機会になりました。
で、こちらのスライドは職員の国際化に関するものとして一つ挙げさせていただいたんですけれども、印象に残っているイベントとしまして UAW ユニバーシティアドミニストレーターワークショップというものがあったんですが、そこに本部からですね参考になるからということで参加機会をいただきまして、2日間の日程で参加をしてまいりました。日本からも主要国公立大学や私立大学の国際実務の担当者や教員の先生の参加、またASEAN諸国からも事務職員が参加をしておりまして、約40名程度が集まったワークショップでした。で、こちらのワークショップの中で行われたプレゼンテーションでは、各大学の国際業務の紹介であるとか問題点の共有、またシンポジウムの最後にはグループに分かれてディスカッションをする時間等もありました。各国の国際事務担当の英語での発信力の高さというものに驚かされたりですね、いろいろな大学の国際業務における取り組みということを知る機会になりました。で、2日間のプログラムということで、コーヒーブレイクやランチの時間等もたくさんあったんですけれども、そこでいろんな国の方々とお話をして情報共有をしてというような機会にもなりました。事務職員の国際化に向けた実践的研修として、タイ国内や隣国における関係機関訪問の機会もありました。私の滞在中はスライドにあるようにタイ、ミャンマー、ラオスの日本大使館や JSPS、JAS などを訪問することができました。実際に会ってお話を伺うことで、今現地では何に関心が向けられているのか、今後のプランにはどのようなものがあるのか、インターネットやメールのやり取りだけでは聞くことのできない情報を得ることができました。また個人の経験としてタイ以外の国を見ることで、一括りに称している ASEAN の中でも文化的な違いや国の発展度合いにも差があることを肌で感じることができました。続けて広報社会連携ネットワーク形成の部分に関して、在タイ大学連絡会の運営に関して報告させていただきます。タイ国内では40以上の日本の大学がバンコクを中心に海外連絡事務所やセンターを設置し、海外での留学希望者の開拓や共同研究推進のための諸活動を行っています。こうした中で日本の大学間での情報交換などを目的として、平成27年1月に京都大学が発起人の一端となり、在台大学連絡会、通称準台が設置されました。10月時点で38大学が加盟しており、現在もさらに増えていると伺っております。ちょうど私が着任した4月から本学は2回目となる幹事校となり、3ヶ月に1回程度開催する会合の運営業務を担当することになりました。滞在6ヶ月間のうち2回の会合運営に携わりましたが、特に第8回は日本の留学フェアの日程と合わせて開催した頃ともあり、日本からの出張者も多く見込まれていました。そこでせっかく多くの方に来てもらえるならばと日本大使館に依頼し、大使から日台韓の産業人材育成協力というテーマで講演いただくことができました。結果としてこの日は40機関から79名の参加と今までで最も多い参加者数となりました。準台の運営業務を通じて得た成果としては、1つ目は講演テーマの設定から講師依頼、出欠確認といった会議運営のノウハウを得たこと、2つ目は国公私立間の大学の垣根を越えたつながりとして、また国公私立の分け隔てなく、また日本人とタイ人の隔てなく、いろいろな方との接点が持てたこと、そして3つ目に京都大学以外の大学がどのような活動をしているかを学べたこと、以上の3点が挙げられます。ここまでは業務の説明をさせていただいたんですけれども、このスライドでは実際に現地に拠点を置いて活動することで得られると私たちが思った人的ネットワークについて、ちょっとグラフというか表にしてみましたので、この説明をさせていただきたいと思います。シンポジウムの開催であるとか参加において ASEAN 各国の学術関係者とのネットワーク作りというのは特に先生
やURL の方が中心になって行われているなというふうに実際に拠点で働いていて思ったんですけれども、と私個人としてはのタイに事務所を置いている大学の職員とのつながりというのがと印象的でした。とそのような方たちとはシンポジウムや留学フェアで一緒になることが大変多くて、タイに滞在している時からの積極的にこう夕食会を催したりですとか情報交換をしたりということで、と日本に帰ってきてからもその関係は今も続いておりまして、何かちょっとわからないことがあったら皆さんの大学ではどういうふうにしてますかとかっていうことを聞いたりですとか、そういう関係が築けたというのはネットワークの一つかなというふうに思っております。また同窓会の重要性ということも感じまして、アセアン拠点にいた時にタイにおられる日本人同窓生を招き、拠点にお招きしまして講演会を実施するという初の試みも行いまして、同窓会の連携の強化っていうところをまた拠点の活動の一つとして注力しようとしているところかなと思います。また他には、国際的なイベントや学内会議を通じて京都大学の学内の各部局の先生方とも知り合う機会がありました。ご自身の研究や学生交流のため来台した時に拠点に顔を出してくれる先生もおられ、京大の ASEAN ネットワークの幅広さを感じました。帰国後も留学生支援関連で関わりのある先生も多く、タイでできたつながりを今後も大事にしていきたいと思っています。と続きまして、現地での生活についてといくつか写真を上げさせていただいたんですけれども、とやはりですね、タイということで皆様のイメージ通りかなとは思うんですけれども、最初の方はですね、空気がとても悪くてですね、バンコクだと渋滞がすごいので排気ガスがやはり結構多くって、その空気の悪さっていうことと、あとタイ語っていうのはやはり親しみが行くまで全くなかったので、その言葉になれるっていうところで、生活になれること自体に最初は少し時間がかかりました。ただ拠点の方々はもともと東南アジアでの生活が長い方々なので、いろいろと教えていただきながら順応していきまして、もう6ヶ月の間に随分と楽しめるようになりました。また住居はですね、私たちはアソークの駅前の 2LDK のコンドミニアムに住ませていただいてまして、本当にちょっとセレブリティなような素敵な部屋に住まわせていただいてました。で、出張ではですね、タイの地方であるとか、あとベトナムに行く機会もありましたし、ちょっと写真にあります通りカンボジアに私はちょっと一人で行ってみたりですとか、あとラオスとかですね、タイの地方とかに旅行に URA の方と一緒に行ったりということで、プライベートでもたくさんの場所を訪れることができました。でタイ料理はやはり本場のタイ料理はすごく美味しくてですね、私行く前はパクチーなんて食べれないとずっと言ってたんですけれども、もう本当にパクチーがないと物足りないっていうぐらいタイ料理にも慣れまして、最後の方は本当に寂しく帰りたくないなと思うぐらいタイの生活を満喫しました。皆様が東南アジアをイメージされて心配にされている方もいるかもしれないんですけど、やはり東南アジアの生活で重要になってくるのは体調管理だと思います。私も、事前出張ですでに食中毒を経験しておりまして、着任直後はかなり慎重に過ごしていたんですが、1ヶ月ぐらいしてくると体も慣れてくるので、屋台のフルーツですとか食べ物もどんどん楽しめるようになってきました。タイに住んでいる日本人もすごく多いので、日本人スタッフがいる病院もたくさんあります。なので私も何かあったらすぐにかかりつけの病院に行くようにしていました。また休日余暇の過ごし方としては、寺院や市場を巡ったり、近隣諸国のに旅行に行ったりすることができました。写真はラオスに行った時の写真などを挙げています。飛行機で30分や1時間程度で隣の国に行けるっていう感覚は日本に住んでいるとなかなか味わうことができないものだと思います。人々の生活の中に信仰が根付いている様子や東南アジアならではの熱気を感じることができました。
次に京都大学に対するフィードバックということでいくつか資料に挙げさせていただいたんですけれども、私の方からは今回の研修で特に国際関係業務を経験することができたということは自分の今後の業務の幅が広がったことだと思います。で、私は国際関係業務を今まで全くしたことがない上に英語が実はそんなに得意でもないということで、英語のやり取りであるとか会議、英語での会議に参加をするということを本当にたくさん経験をさせていただいて、仕事で英語を使うことへの恐怖心っていうのが少しは減少してきています。もちろん今の業務でも国際関係部署ですので英語のメールを打ったりですとか窓口に留学生が来たら英語でもちろん対応するということをしておりまして、ただまだまだもどかしい思いをすることが多く日々勉強なんですけれども、今後も多くの事務職員の方がいろんな経験、海外での業務の経験とかいうことを通して英語での業務への抵抗がなくなるということと、やってみよう、英語でも伝わればいいんだっていう気持ちでできるような部分ができてくるように私自身も含めて努力をしていかないといけないなというふうに思いました。また教員 URA 事務職員という異なる職種の人たちが毎日同じ空間で働くということはなかなかできない貴重な経験だったかなと思っています。同じ部署とか同じ職の方だけと働いていては感じることができなかったことということもありましたし、皆さんの何よりもイベント関係の進め方の熟練さっていうのは本当に勉強になりました。次に、海外拠点での業務というとイベントなど華やかなイメージがありますが、日常的に行っているのは予算管理や備品購入、スケジュール管理などです。事務職員一人でこうした、業務を体験するのは初めてだったんですけれども、経験の浅いうちからこうした全般的な業務を経験できたということは今後自分が携わる全ての業務に生きてくるように思います。最後に、出張でチェンマイを訪れた際、チェンマイ大学の先生とお話しした時のことをご紹介します。先生がおっしゃるには、その大学の国際系部署の職員は海外経験がないものも多く、海外の大学との決め事や取り組み等においてすぐに成果を求める傾向があるとのことでした。これまで職員の国際化といえば、英語でのコミュニケーション能力向上や海外に関する知識の習得を漠然とイメージしていましたが、それだけではなく長期的な視野で考えられる能力というのもまた重要だと気づかされる出来事でした。本研修を通じて得られた知見や経験は海外研修であればこそ学べたものだと感じています。これらのことを今後の業務に生かしていけるよう努めるとともに、経験を自分だけのものとせず、このような場で周囲へ発信していくことで本学職員の国際化に貢献していきたいと思います。最後に、これは今後ジョンマンプログラムに参加したいなと思っている方へのメッセージを書かせていただきました。ジョンマンプログラムは他大学には類を見ないプログラムということで、私もタイにいる間にですね、タイに事務所の置いている日本の大学の担当者の方からこのプログラムを大学の、大学の中で見本にさせてほしいと言われるような大変貴重なプログラムだと思います。半年間海外で実務を経験するっていうことはですね、本当に不安も多かったんですけれども、なかなか経験できることではない機会ですので、少しでも興味がある方はぜひ参加をしていただければと思います。このプログラムに参加をしたことで、私はさまざまな部局の方ですとか肩書きの方と一緒に仕事をする機会に恵まれました。私たちは私は人事課だけでしたし、塚原さんは病院だけの関係しかなかったんですけれども、このプログラムを通して多くの方と知り合いになれたことで、本当に業務のこともそうですし、自分自身の視野っていうのも広がったというふうに思っています。また学内でのネットワークっていうのは今後の仕事を続けていく上でもとても重要になってくると思っています。私と塚原さんで ASEAN 拠点のジョンマン職員は7代目と8代目になりまして、ASEAN のネットワークコミュニティというのはどんどん広がっていると思っています。ここに写真を載せさせていただいたんですけれども、ASEAN 拠点
の関係者の方々で定期的に集まったり懇親会をしたりとかして近況報告であるとか業務の話を真剣にしたりとかいう機会も持つことを続けています。 ASEAN 拠点に関わる皆さんはタイの国柄のように温かくフレンドリーな方ばかりです。海外で働くことは厳しいこともありますが、新しいことにチャレンジし、京都大学の国際業務に直に関われる素晴らしい機会かと思いますので、興味のある方はぜひ検討してみてください。以上で私たち2人からの報告を終えさせていただきます。続きまして、今回の報告会に合わせてタイから来日している ASEAN 拠点の B さんから報告いただきます。Good afternoon, everyone. First of all, I would like to apologize in advance if I made an understood to everyone or unclear. Okay, so, today I'm going to present about the first time working with Japanese people. So, I would like to introduce myself. My name is Ruhan Jusonon, and my nickname is B.So I'm working here since last September 2015, and this is what I always do in the Kyoto University ASEAN Center. So I always giving an information about Kyoto University to Thai students and some international students, and I always supporting and promoting about the Kyoto University ASEAN Center activity, and I also do a general administration. So this is what I am doing in Thailand.And before we going to start about the first time working with Japanese people, I would like to let you know about Thai people opinion to Japanese people. So mostly Thai people always think Japanese people is honest, punctual, highly professional, serious, highly responsible, and strict. But when I'm working here in ASEAN Center, I'm sorry.You know, it's quite changed my mind because of Professor Shibayama, Mamoru Shibayama, Dr. Taro, Dr. Ayako, and Dr. Yoshimi, and also a Junmon staff, Ms. Kitawaki-san, Tatsuta-san, Sugahara-san, and now I'm currently working with Masuhura-san. They always changed my mind that Japanese people are also kind, gentle, flexible, and lovely.What is the challenge in Kyoto University ASEAN Center? So, of course, it's the language. You know, we are not from the native, English native speaker. We have own language. I have Thai and you have Japanese language, right? So we also have an English Thai of Thai side and Japanese Thai. So Thai, we call that Tinglish, and Japanese Thai is we call Danglish. You know, for example, the word is strawberry.You know, with in Thai, we always say strawberry like strawberry, strawberry. And when Japanese people say strawberry, strawberry, I quite, what? What is strawberry? I don't understand, but you know, it's kind of funny thing to learn that. And now I'm saying that I get used to know some Jinglish, you know. And one thing is, another thing is a culture. You know, Thai,For example, is nomikai. In Thai, we also have some party after work, but not too much. Just one a week or once a month, you know. But since I'm working here, I quite surprised again. Huh? You have a nomikai almost every day. You know? But what? You were so enjoy the party, you know? And I could say that I always enjoy the nomikai every time. And the new challenge is about meeting a lot of people. You know, not only Japanese or Thai people you have met, but you have to meet many kind of person. Sometimes Europe, sometimes Chinese, sometimes ASEAN, you know. And I quite shy to meet a new people. I don't know how to act to like, how to say hello to them or to say something, but you know,When you meet a lot of people, you will get used to, and every time will be all right. And for the suggestion, for everyone who's gonna be next
Zhongmang program in ASEAN Center. So I would like to ask why everyone like, please open mind to face a new culture. You know, you may culture shock in Thai culture sometime, you know, like I'm pretty sure that you have to take some motorcycle taxi in Thai. You know, it's very dangerous for Japanese people. You know, and the same for Thai. If you were like for 1 month or something, you will get used to that. How to sit in the position, right position in a motorcycle taxi. And don't be nervous to live in Thailand. You know, you may have perceived something like a bad thing in Thai, but you know, you will strong to stay there. Yeah, and please do not to hesitate to contact me if you had if you need any help, I can help you when you're in Thailand. Yeah, but sometimes you don't say to me, so I cannot help you. So please tell me. And this is the life with Japanese people. So I could say that it's so fun. Like every time when we have a holiday or something, we always get hang out together. And you know, it's so very, very good, good time to spend the time with Japanese people like Yuka-san and Mai-san, Chibayama-sensei, everyone here in Kyoto University as in center. So thank you very much, and I hope everyone understand my Tinkerage. Thank you.